ビンデックスはイギリス海軍の水上規模艦。ビンデックスはアームストロングホイットアース社でバイキングの船名で1905年に建造される。アイロブ・マンスチームパーケットカンパニーの高速フェリーとして運用されていたが、1915年3月15日に海軍によって取得され、水上規模艦へ改装される。1915年10月11日に完全に購入された。 艦名は、駆逐艦バイキングとの混乱を避けるため、ビンデックスと改名された。ビンデックスには、飛行艦板が設置され、車輪付きトロリーによる発艦が可能となった。ビンデックスは7機の水蒸気の運用が可能で、その経歴において、ショート184、ブリストルスカウト、ソッピースパップ、ソッピースベイビー等の機種が運用された。艦に搭載された十二ポンド砲は、 あとに2機の4インチ対空砲に換装された。ビンデックスは、ノアとハリッチを拠点として活動し、1918年には、地中海に移動した。1916年1月にハーゲーの飛行船基地、爆撃作戦に投入されるが、作戦は、ノームのため中止となった。この作戦は同月中に再度実行されたが、その際も爆撃実行前に中止となった。 1919年に退役し、1920年1月12日に元の所有者に売却された。ありがとうございます。